デバは、ルーマニアのトランシルバニア地方の都市で、船ドアラ県の県都である、ムレシュ川中流砂岩に位置する。古代には、ダキア人の要塞が置かれ、デキダウアと呼ばれていた。デバという使命は、要塞を意味する古い言葉ダバから生じたと、みなされている。その他の説は、ローマ軍団の第二軍団、アウグストの名に遡って調べられる。無事転倒にあったカストルムデウア、 デュアウィクトリクスからデバの名が移ったのだという。中世の地図上では、デバは、デバ、デワン、ドイツ語のディームリヒノン名で記載されている。デバの存在が初めて歴史上に現れたのは1269年で、ある。ボイボドであるフニャディアーノ種の支配下で、デバは重要な軍事、行政中心地となった。1550年のオスマン帝国侵攻で一部が、 破壊されたが、後に再建されて要塞が拡張された。1621年、トランシルバニア港のベトレンガーボールが首都を移し、マグナクリア宮殿をルネサンス様式で拡張した。デバの紋章は古代、ハンガリー、または、成形人のシンボルである、月と太陽を採用している。工業、建設資材製造、発電所がデバの経済を支えている。経済、 観光の私立大学が1990年に開学した。ティミッショアラとクルージュイコールナッポカの研究センターもデバに分校を開いた。デバにはルーマニア国立女子体操センターの本部チェタテデバがある。またその付属施設として国立の体操学校があり、そこからシモナ・アマナールラ多くのスター選手が育っている。デバには自然保護区となっている鳥出の丘がある。 希少種の植物や蛇が生息している。丘の頂上には13世紀に作られたデバトリデの遺跡がある。ありがとうございます。